パンツァマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァマイスターです。 3D プリンターのパーツ普及しましたよね。はい、前回レビューした時に、まあ来年、まあ今年ですよね、まあ、大きな波が来るんじゃないですかみたいなことをね、かなりドヤ顔で言ってましたけど、まあ本当にそんな感じになってきたと思います。はい、まあ何しろ履帯ですよね。はい、僕もすごい気になってました。まあそういうことなので、今回は 3D プリンター製の履帯をいくつかピックアップしてレビューしたいと思います。はい、今回用意したのは、一応今画面に映ってる5個で、日本でまあ普通に流通してるっていうんですか、まあ、通販とか利用して手軽に買えるっていうものを集めてみました。はい、 T-Rex スタディオで、これヘビーホビーって書いてあるんですけど、ボイジャーですね、金属パーツ、あそこで有名なボイジャーの、まあ、別ブランドで、上の黒いやつはライフィールドですね。はい、それからこっちの方は ET モデルで、あと、まあ、今回はこれタンクラフト、ここのを用意しました。ここのやつ、タンクラフトの商品は当初はまあ、レビューの予定に入ってなかったんですけど、ちょっといろいろあって今回急遽レビューすることにしたんで、これは後でちょっと別個に詳しく説明したいと思います。あと構成を期すために、一応履帯は全部タイガー戦車で統一しています。後期型を選んでるんですけど、 T-Rex スタディオだけ、まあ、どうしても後期型手に入らなかったんで、これだけ初期型でやってます。はい、まあ、それはご了承ください。ではもう早速中を見てまいりましょう。まずは T-Rex スタディオですね。まあ、ここもう本当に最近の勢い半端ないですよね。はい、パッケージはもうこういう感じで、これですね、履帯外側と中側でピンの形状ちゃんと分かれてます。はい、こういう感じで履帯のピースが全部切り離されて、はい、プラスチックのケースに入って、まあ、保護されてますね。で、ピンはこういう風に左右分かれておいてあります。履帯です。まあ本当に当たり前なんでしょうけど、すごいシャープですね。はい。これが裏側で、ガイドホーンってこんなに薄かったんですね、本物はね。はい。インジェクションの何だったんだっていう感じがしますね。当然何ですか、まあ押し出しピンだったのかないですし、これサポートの跡は全然ないんですよ。なんでパーツはまあ正直全ピース検品したんですけど、綺麗に削り取られて箱詰めされてるみたいですね。うん、ちょっと驚きな感じです。はい、非常にクオリティ高いと思いますね。あと、履帯のピンはこういうふうにきちんと、外側と内側でもう形状が分かれてますね。はい、非常にこの辺も交換ですね。あと、今何枚か繋いでみました。これが付属のピンですね。で、刺さないです。多分中にバリがあると思うんで、まあ、やっぱりフリュールとかと同じように、使う前に一回ドリル使った方がいいかもしれないです。で、こっちの金のやつはこれですね。やっぱり金属線で固定できたらいいかなと思って、ちょっとこういうのを用意してみました。普通の裁縫用の虫ピンなんですけど、いい感じですよね。はい。中側なんで違和感ないと思います。はい。こういうの使うのもありかなと思います。あと、最後にちょっと残念だったのは、僕が買った T-Rex のやつは、開けてみたらこれですね、まあ、30枚ぐらい破損していました。まあ、大体はガイドホーンが折れちゃってる。で、あともうバラバラになってたり違うものが入ってたりしたんで、まあ、これはもう単純にファーストロットとか、それからまあ個別の問題かなとは思うんですけど、買って持ってる人は一応パーツのチェックしといた方がいいと思います。はい、ET モデルです。イラストを見る限りは、左右のピンは区別がないですね。で、これは、
一応216個入りですね、はい、これがリンクピンですね、はい、で中塗りたい、まあ、一応インストラクションですかねまあ、いろんな感じでついてます、まあ、イラスト見てもそうですけど、やっぱり、まあ、違わないっていうんですか、まあ、同じものみたいですね。 ET モデルのやつですけど、まあ、1個こうやって壊れてるのあったんですけど、数で勘定したら216全部あったんで、数的には OK でした。立体のねピースです。これ見えますか、やっぱり、まあ、サポートの後ですよね。まあ、普通こんなもんだなとは思うんですけどね。はい。後ろはこういう感じですね。はい。まあ、僕の目にはもう、全然、違いはわかんないです。リンクピンは、まあ、こういう感じで、外側と内側のやつが、まあ、各一個ずつ入ってるんですけど、まあ、盛大に取れちゃったんですよね。まあ、同じ形なんで、まあ、問題ないと思います。これもちょっとつないでみました。はい。付属のやつは一応まあ、押し込んであるんですけど、ちょっと収まりが微妙に悪いですかね。はい。こんなに飛び出てないはずです。で、金属ピンの方は、さっき使ったやつは径が細くてゆるゆるだったんで、別のやつですね。これは昆虫ピンって言って昆虫標本とかに使うガチのやつで、0.6 ミリのやつで、はい、固定してあります。非常に違和感ない、いい感じですよね。はい。ライフィールドですね。はい。まあ、リンクピンが外側と内側できちんと、まあ、分かれている。で、片側96って書いてあるんで、ぴったりしか入ってねえのかなっていう感じですね。はい。大丈夫かな。はい。はい、こういう感じで、まあ、履帯は切り離されていて、リンクピンはこういう感じで、まあ、外と内がきちんと分かれて、はい、まあ、離れても取れちゃってもちゃんと分かるように、はい、パッキングされてますね。まあ、ライフィールドはこうやって4枚、まあ、割れちゃってました、はい、なので足んないかなと思ったんですけど、これきちんと勘定したら全部で212枚入ってたんで、数的にはもう全然 OK です。立体のピースです。たまたま今手に取ったやつですけど、一番右端の、これ、ちょっと反ってますね。うん。数が十分あって、よかったですね。まあ、どうしてもやっぱりこういうのは出るんでしょうね。はい。まあ、しょうがないかなっていう気はしますけど、立体のピースですね。はい。これもやっぱりサポートの後残ってますね。まあまあ、こういうものなんでしょうね。はい。まあ、どれもこれもね、本当にまあ非常にシャープにできてますけど、うん。まあ、なんとなく、完全にまだ切り替わんねえかな、みたいな気はしますかね。リンクピンです。はい。まあ、こういう感じで、一応ちゃんと区別ついてますね。つないでみました。ライフィールドのリンクピンの形状、非常にいいですね。はい、こういう格好をしていると思います。で、やっぱりここの穴の径が各社微妙に違うんですね。こっちは昆虫ピン、ピンヘッドがもう完全に埋まっちゃってますね。うん。まあ、強度的にはね、本当にこっちの方がいいんでしょうけど、まあ、中側もこだわる方はやっぱり、これ非常に形状いいですね。ヘビーホビーです。これも一応リンクピンは左右区別ないですかね。はい。210個入りですね。はい。こういう感じで立体とリンクピンですね。まあ、同じものがワンセット入ってます。立体のピースですね。まず、全部で216個入ってました。で、
エラーのピースは、これはここの会社にはなかったです。はい。まあ、どこのも、シャープですね。そうだな。まあ、強いてあげれば、中側の刻印ですかね。これが、まあ、目立つかなぐらいですかね。はい。もう本当にシャープですね。もう目視でも多分違いわからないかな。で、サポートの後はね、やっぱりついてますね。うん。リクピンです。まず、パーツ番号が R と L って分かれてるんで、これは通常こういう場合は分かれてますよね。で、これよく見たら、一応違いますね。はい。これが外側で、これ内側ですね。ちゃんと区別されてますね。つないでみました。ここの会社のも、リンクピンの形状非常にいいですよね。はい。虫ピンのヘッド、ライフィールドと同じように、埋まっちゃってますよね。うん。まあ、強度的にはね、こっちの方がいいんでしょうけど。うん。いや、非常に形いいですね。後発っていうんですか、これも最近リリースなんで、やっぱり後の方がより良くなってるっていうことですかね。タンクラフト製ですね。はい。まあ聞き慣れない名前でどこっていう方がまあ多いと思います。ここですね。はい。これ見えますかね。デザインの場合アダムマンって書いてあるんですけど、以前 3D プリンター製のパーツを紹介した時にアダムマンさんとそれからカイさん、タンクブラッシャーさん、一応タガ戦車の履帯をこう計測して 3D プリンター用のデータを起こしてるって確か伝えたと思うんですけど、それが結実した形になってます。はい。一応その紹介の動画もアダムマンさんこの間上げてるんで、概要欄にリンク貼っときますから、まあ興味ある方はぜひ見てください。で、もう一つはそこの 3D プリンターのデータですね、あれは別売してるみたいなんですよ。確か5ドルか6ドルなんで、3D プリンターだから持ってる方は、それ買えばもう自分でとりあえず出力できるっていうことですね。はい。僕は残念ながら持ってないんで、なんとか売ってないですかねって、まあ問い合わせしたんですけど、したら、ここが出てきてて、はい。もう調べたら売ってたんで買いました。はい。結論から言って、多分これはベストバイなんですけど、日本ではちょっと事情が違うってことですね。はい。220個入りですね。で、リンクピンは当然分かれてます。はい。ステッカーが入ってて、で、ここにインストラクションがありますね。まあ、概要の説明と一応、まあ、この辺ですよね。もうしっかり交渉されてて、もう、こういう形をしてますよと。内側がこうで、はい。もう、がっつり、はい。説明されてます。はい。中はこういう感じで、はい。OS、アウトサイド。HS、ハルサイド。で、リタはもうこれ、左右共用なんで、まあ一応、二つに分かれて入ってます。リタのピースですね。まず数なんですけど、全部で243個入ってました。はい、もう一番いっぱい入ってますね。で、樹脂の色がまず違いますよね。で、なんて言ったらいいんだろうな。今までのやつって結構割れてたりとか、サポートの削り数がこう散ってたりしたんで、なんとなく脆いかなって印象なんですけど、ここのはもう全然まずそういうことないですね。むしろ僕らがよく使うスチレン樹脂、要はプラモのプラチック、あれに近いフィーリングですね。あれ、まあ、形状はもう言わずもがなだと思いますね。もうガチで計測してるんで、まあ本当に。で、サポートの後ですか、まあいわゆるゲート跡みたいなのもほとんどなくて、うん、もうなんか本当レディトゥゴーみたいな感じですよね。非常にクオリティ高いですね。うん。素晴らしい。リンクピンですね。はい。まあ、形状素晴らしいですよね。で、長いです。多分これが一番長くて、やっぱり強度のことを考えると、まあ、このぐらい
欲しいっていう感じですね。まあ多分長さもガチの長さで計測してるのかもしれないですね。いやもう本当に分かってらっしゃるって感じですね。つなぎました。はい、もうまあ素晴らしいですね、ここのもね、はい、リクピンの形状ね。いやもうさすがな出来栄えだと思います。うん、4つつなぐだけなんですけど、この金属ピン、これ通りが悪いようなやつもいくつかあったんですね。まあ、この辺は割とこの履帯はスッて入ったんで、中のバリっていうんですかね、リンクピン、フリウルとかあるじゃないですか。ああいうのもあんまなさそうですね、これね。成形技術っていうんですかね、精度も非常に高そうで、うん、これはもうちょっとすごいですね。はい。はい、パーツの紹介は以上です。今回使用した金属ピンはこういうものになってます。はい。最初に使ったやつですね。これは三ツ矢のスリムピンって言って、まあ本来今裁縫用のものですね。はい。一応 0.5 ミリかな、はい、径が。もう一つは根腸ピンですね。まあこれガチのやつで、これは 0.6 ミリ径のやつを使ってます。総評です。一応大事なことなんで値段のお話はしとこうと思ってます。今こういう感じでそれぞれの値段をざっと出しましたけど、まあ結構ばらつきがあって、で T-Rex スタジオ、それから ET モデルは日本の Amazon で買ってます。でライフィールドとヘビーホビーはさすがにちょっとしんどかったんで eBay で買ってます。はい、ライフィールドとかは Amazon で買うと多分6000円ぐらいしてるんで、まあ安く買いたかったっていうのが。でヘビーホビーは出たばっかで、まだ日本ですかね、代理店 MS モデルさん入れてないかもしれないですけど、まあ追っつけてると思いますね。はい。そんな感じ。で、タンクラフト、これだけ、6000円超えちゃってるんですけど、これ内訳は、リタイは4000円です。はい。$36.95。で、初回購入者は 10% オフなんで、実際は、僕、事実上4000円で買ってるんですね。ただ、日本に送る送料が2000円なんで、6000円かかっちゃったんで、結論から言っちゃうと、まあ、タンクラフト一択なんですよ。はい、僕的には。ただ、6000円じゃ払えるのかっていう話です。はい。他のと比べても、まあ、みんな良かったですよね。ライフィールドとか、あと、イーティモレでももちもち良かったんで、まあ、そんなこだわらない方は、まあ、もうちょい廉価なので、いいかなと思いますし、もう本当に、で、タンクラフトは、一応、発送拠点がアメリカ本土ですね。それからイギリスにあるんで、北米にお住まいの方とか、それからヨーロッパ圏にお住まいの方は、多分送料また、安く上がると思うんで、コスパの面考えても、まあ本当にまあ、そうですね。北米、それからヨーロッパ圏お住まいの方、タンクラフトおすすめですね。はい。最初にね、まあ、これだけ揃えて、結果的には、まあ、事実上、あんま比較にもあんまならなくて、とにかく、まあ、クオリティに関しては、もう、ほとんど、まあ、みんな一緒で、まあ、唯一、まあ、ちょっと壊れてたのがね、入ってたっていうのが、ショッキングな、まあ、出来事ではありましたけど、多分、だんだんそういうものが良くなっていくと思うんで、まあ、本当に、履帯は、もう今はもう、いろんな、その、車種のものがかなり出てるんで、まあ、下世話な話ですけどね、モデルカステン大丈夫かなとかね、思っちゃいましょうね。はい。あと、そうですね、僕一応パンツァーマイスターっていう名前でやらせてもらってるんですけど、パンツァーマイスター36さん、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、オリジナルのパンツァーマイスターさんですね。彼の方も一応、3D プリンターの履帯ですね、この辺、近々、比較の動画上げるっていうふうにおっしゃってるんで、これもぜひご覧になってみるといいと思います。一応3号戦車4号戦車用の履帯でやるっていう話なんで、まあ、そちらももう期待していていいと思いますね。はい。今回はまあいろんなメーカーのある程度集めて一応レビューしてみましたけど、まあ本当に3D プリンターのパーツ、今後も本当にもう何起こるのかも全然わかんないですし、新しいメーカーもどんどん出てきますから、やっぱりね、新しいメーカーはまあ先発ものを参考にしてやっぱりよくしてくると思うと、もうなんか
こう、たまんないですね。ワクワクが。はい。はい。今回のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。